今回はコンプレックスで浦原喜助さん使います。で、なんだっけ、新技術の時に浦原さんでやりたいことがあるってチロッと言ってたと思うんですけど、そのやりたいことはこれこのめちゃくちゃに鍛え上げた浦原さん使ってコンプレックスやりたかったんですよね。なんでこんなに遅れたかと言いますと、これ現地のスポットの火プラスがないとできないんですよね。今これ厳選をあの時の過激前史とちょっと変えまして、みんなに遊撃エールついてる。で、これ激死過激三種浦原健介さんだったんですけど、まあ、今回の動画のために、まあ、死ぬほど準備してきまして、まあ、同族過激を、まあ、こっちのやつなくした分こっちに移して激死過激全部ぼかして遊撃つけたらいろいろつけてきたんですよ。で、なんでそんなことしてきたかというと、まあいろいろ、ちょっとこれで、ここまで紋章をつけて、で、超バランスにもして、で、まあ遊撃とかもいろいろつけた浦原喜助さんには一つできることが増えまして、それが、はい、スイッチ起動しちゃうかな、これ。あ、やべ、起動しちゃった。はい。まあスイッチ起動すると当たり前だけど、めちゃくちゃチャージショットって強いから攻撃通るんですよね。で、もう、で、今度こそやりたいな。縦勘で薄くいくと多分できるかな。これでこうして、レベル4に、頼むなってくれ!ほい。わかります。スイッチ起動しなくても、紋章の 1.25 倍、遊撃 1.25 倍、友情アップの 1.25 倍、まあ、その辺もろもろいろいろ、まあ、友情を漏れるだけ盛りまくった浦原さんのレベル4チャージショット、レベルマックスチャージショット、これがね、通るんですよね、カウンターキラーをもらってたら。だから、これどうだろう。あ、やべ、スイッチ起動しちゃった。はい。まあ、スイッチ起動したら絶対通るから、まあ、あれなんですけど、まあ、こんな感じで、本当に鍛えに鍛えた浦原さんはね、こんなことできちゃうから、ちょっと面白いんですよね。で、そしたら、まあ、これ殴って。で、友情アップは絶対必須なんで、その辺はちょっと避けられない。で、これを、はい、はい。で、カウンターキラーがもらってることが条件なんで、開幕は何もできないね。お!で、ゆっくり来たらね、もうこっちのもんよ!はい。で、拾う。あ!もう!いや、これ決まったら通るな、タイムラッシュなんで、スイッチなしで、こういう時っていつもやってたんですけど、テストプレイしてみたらこれ絶対無理なんで、絶対どっかでスイッチ起動しちゃうから諦めました。で、これ、すごい、なんでこんなに遅くなったかというと、条件がありまして、はい。で、友情はね、これいつでもできるんですけど、実はこれ、まあ、後でやるんですけど、多分どっかで見せられると思うんですけど、殴りも通るんですよね。地雷持ってて、カウンターキラーを持ってて、まあ、過激も一定ライン以上行ってたら、地雷持ってても殴りが通るから、初めての殴りと友情両方ともスイッチ無視できるキャラが生まれたんですよ。なんで、まあ、それのラインが過激1万3000なんですけど、ペルセウスは浦原キスケと何も、そのアビリティもろもろ被ってないんで、あー、そうね、ダメや、何もで被ってねえや。だからちょっとここ置いときます。浦原さんと何も被ってないんで、その過激が漏れないんですよね。だから3人で過激1万1000持って、で、火のプラススポットの現地の方で2000アップしないと、殴りの、まず通るラインにすらたどり着かないんですよね。これも攻撃もらってないから、ダメだな。これもカウンターキラーあれだし。で、これで友情アップしとく。で、はい、カウンターキラーもらった。だけどその前に、なぜペルセウスを連れてきたかと、まあ、友情アップもあるんですけど、もう一個、ブーストというものがあるからですね。で、ブーストっていうと、カウンターキラーと同じ倍率じゃないですか。で、今までは、カウンターキラーをもらった敵にしか、チャージショットが通ってなかったので、つまりブーストで 1.5 倍するとどうなるかっていうと、すべての敵に当たり前に攻撃が通るようになるんですね。だから、よし、ここからできます。はい。もう完全ガン無視。そして、ちょっとスイッチ起動して殴っちゃったら、もう敵は消し飛ぶんで、一撃250万になっちゃうから、まあ2回殴れば大抵の敵死にますね。で、このスイッチの無視できる理論、まあ、昔一回説明したんですけど、多分知らない人もいると思うんで、まあもう一回説明させていただくと、ここのクエストって全部ね、敵の、
一言で言うなら250万以上の攻撃を一発で与えられるんだったら、まあ、この浦原さんは全部のクエスト攻撃取るようになります。でスイッチ起動するとはいこんなんなっちゃうんですわ。で、まあ、友情レベルマックスチャージショットで、まあ、800万っすね。これでもうラスゲー残り多分4分の1ぐらいにしかなんないっすわ。で、こうでしょ？そしたら、あ、やべ、誰にもあれもらってないから。だからこれを、どうしようかな。まあ、縦勘で、いや、ダメだな。どうしよう。これを、はい。で、スイッチを2つ入れといて。で、1.5 倍してるから、はい。まあ、攻撃が通るわけっすよね。で、スイッチ起動して、あ、ちなみに、あ、初めてユークリ出たな。まあ、ユークリ出たらどれぐらいダメージ出るかもなんかうまいこと見せたいんですけど、あー、ダメだ。攻撃が通っちゃう。まあ、ユークリだと3倍になるんで、まあ、チャージショットも多分レベル、1段階目 ?1 段階目の中くらいの弾でも攻撃通るようになるし、結構強いね。で、一撃で通るからこれを、あ、でもこれあれだな、HP が満タンだから、2回殴らないで倒せないね。これをよしやれにこれも無視だけどね。で、でこうでしょ。でカウンターキラーもらってる。どっちで行った方がいいかな。玉ずさ倒した方がいいか、地雷持ってないと攻撃はやっぱ通んないんで、これをさらに通そうと思ったら2段階目の SS 使わないと地雷なくても攻撃通るようにはなんないんですよね。まあ、これでスイッチ起動しまして、はい。もうチャージショット一発でこんなもんなんすよ。ある意味置物でも、いやでもそれは、あれ、慣れてる人ができることで、多分慣れてない人がこれやってもスイッチぐちゃぐちゃにして大変になるだけっすわ、きっと。で、最後に一発残ってるんで、これ利用して、なんとかね、いけるかな。いや、ダメか。そうね、攻撃取んないさ。カウンターキラー多分もらってないもんね。誰かもらってるかな。これもらってないよね。だからまあこれは SS 短縮して、はい、まあ、SS 短縮しまして、はい、まあ、多分これ取んないね。みんなパワー切ったんで。そうね、誰もカウンターキラー持ってねえや。で、今カウンターキラーもらったんで、これ縦貫することで、多分これで通るはず。あれ？あれ、カウンターキラーもらってなかったかな、今。いや、もらってるよね。友情アップしてなかったかな。そしたらこれを、はい。で、適当に暴れて、はい。よし！あー、やべ！そうか、蘇生したからちょっと残ってる。まあいいや、これも、で、これがね、ちょっと難点で、限界まで鍛えても HP 満タンのドリアードは倒せないんですよね。だからこれが、まああまり実用性ない理由。はい。HP がね、これ25万7900ぐらいなんですけど、25万7200。あと700ね、増えてくれたら余裕なんですけど、いけなかったですね。そしたらあとは、これで、はい。ブーストかけまして、みんな 1.5 倍します。やべ、これいけるかな？右左の。よし、OK。で、スイッチで、でかくなって、ちょっと通ります。あ、ちなみにこれ、このシェフィールドに関しては弱点3倍の殴りがあるんで、これ利用したら、はい。これに限っては別に何もなく通るね。はい、あ、でもこっちは通んないのか。で、カウンターキラーをコンプレックスからもらった状態で次のステージ行きたいんで、ちょっと遊びたいっすね。はい。で、これで殴って倒す。あとは攻撃欲しいな、攻撃。コンプレックスから。だからこれは、殴り多分通んない。カウンターキラーもらってないから通んないんで、なんかホーミングかなんかで、もらっておきたいんですよね。そうすると、2段階目の SS で攻撃が通るようになるから、
これを、まあ、適当に上に適当に逃がして置いといて、はい。まあ、これは攻撃通りません。ホミング、よし、みんなに、よし、通ってね。で、そうすると、カウンターキラーもらってるんで、SS 使うと、はい。まあ、こんな感じで、地雷持ってなくても SS 使った時は、攻撃通るようになるんですね。これは本当にカウンターキラーもらってる敵限定なんで、確かコンプレックスじゃないや、エスカノールは、まあ、ブースト 1.8 倍した時だけど、確か全部の敵に殴り通ってたはずなんで、全属性キラーだから、まあ、その辺はちょっと差ができちゃったよね。そしたらあとは、だからこれを、うん、まあ、スイッチ、適当に殴、あ、そっか、これ一発殴り通せば、で、全部倒すと大変だから、地雷を上でさっさと消費しちゃって、はい。よし、OK。で、地雷持ってなかったら雑魚倒すことないんで、この辺はすごい分かりやすいっすね。はい。で、ちょろっと通る。はい。で、シア遊び、紅姫、術つなぎして、はい。これもちょびっとだけ通るんですよね。多分、スイッチつけたら、2、300万くらいはダメージ与えられるのかな。で、まあめっちゃ配置がいいから、もうこれ殴って終わりね。で、スイッチ無視して、まあスイッチ、縦勘でいいな、これ多分。縦勘で、はい。まあこれが浦原さんの重要。多分エリミネーターとかもニュートンの代わりとして一応使えなくはないんじゃないのかな。その威力的には、乱気弾と威力変わんないんで、ただまあ近い敵に撃っちゃうから、ある意味、そんな方向は定められないけど、そのエリミネーターのザコとかも多分チャージショットで倒せたはず。まあ暇だったら試してください。ごきげんよう。